皆さんこんにちは、クロウです。クロウのフクロウ日記ホビー始めていきます。今日紹介するおもちゃはこちらです。タカラトミーより発売のトランスフォーマーレジェンズ LG63G2 メガトロンです。はい、こちらはタカラトミーが日本国内で展開しているトランスフォーマーのシリーズ、トランスフォーマーレジェンズの新しい商品になっていて、つい最近発売された同じトランスフォーマーレジェンズの、ブリッツウィングの一部仕様変更、そしてもっと遡ると、海外のハズブロ社ですね、トランスフォーマーを海外で展開しているハズブロ社のシリーズ、タイタンズリターンのメガトロンのリカラー商品でもあります。G2 メガトロンです。メガトロンといえば、トランスフォーマーの中ではコンボイ司令官とですね、一人を争うほど有名なキャラクターで、敵側の軍隊、デストロン軍のリーダーですね、破壊大帝メガトロンですけれども、今回はそのメガトロンとは違い、いわゆる G2 シリーズですね。G1 シリーズのように拳銃からロボットに変形するメガトロンではなくて、G2 シリーズとしてですね、戦車からロボットへと変形するメガトロンが今回はヘッドマスター、そしてトリプルチェンジャーとして新商品のアイテムになりました。先ほども、言った通りですね、今回のこの G2 メガトロンはつい最近発売されたトランスフォーマーレジェンズのブリッツウィングの一部仕様変更商品になっていまして、変わっているのは、このヘッドマスターですね。これがブリッツウィングから今回のこのメガトロンに変わり、それから本体になるですね、トランステクターのカラーリングがこのように紫色のカラーリングに変わっています。それから付属のビーストメカもこれも変わりましたね。パッケージはこのようにいつものトランスフォーマーレジェンズのようなパッケージですね。外側から中身が見えるような仕様になっていて、今回のこの G2 メガトロンはこの戦車モードのままパッケージされていました。今回の G2 メガトロンと全く同じ型のブリッツウィングの時にはジェット機のモードで、梱包されていたので、そこら辺ちょっとこのキャラクターが変わったごとに梱包を変えるというのは面白いですね。パッケージの隅の方にはこのようにめちゃくちゃかっこいい G2 メガトロンのイラストが描かれています。日本国内のこのレジェンズシリーズでこういった感じのメガトロンが発売されるのは初めてなのかな。前はビーストメガトロンが出てたと思いますが、今回僕自体もですね、実写映画のメガトロン以外のメガトロンというのは購入するのが初めてなので、かなり楽しみでした。この横側はこんな感じで前のイラストの全体図が描かれています。ビーストメカもかっこよく描かれていますね。そしてもう反対側にはこんな感じでヘッドマスターやドラゴン、それからトランステクターの変形がいろいろ書かれています。裏面はこんな感じです。何度も言っていますが、今回のこの G2 メガトロンはちょっと前に発売されたトランスフォーマーレジェンズのブリッツウィングの色を変えたり、この付属のメカを変えたりしただけのものなんですけれども、色が変わっただけでかなり印象が変わりますね。ブリッツウィングも同じように紫色は使っていましたが、あちらはちょっと淡い紫色でしたね。今回のこのメガトロンは結構ちょっとドス黒いというか濃い感じの紫で、差し色にこの派手派手な水色が入っていることもあり、かなり悪役なイメージが強くなっています。 G2 メガトロンは元から戦車モードからロボットモードに変形するというトランスフォーマーでしたけれども、今回は新たにメガトロンがヘッドマスターになって、トランステクターであるボディを手に入れることで、戦車モードとジェットモードとロボットモード、この3つの変形トリプルチェンジができるトランスフォーマーになりましたね。付属のこのメカノーブルというものなんですけれども、ドラゴンモード、ロボットモード、ウェポンモードと、こちらも3段変形ができます。商品のセット内容はヘッドマスターのメガトロン、それからボディに変形するトランステクター本体と、それから支援ビーストメカのノーブル、そして説明書です。説明書にはパッケージと同じようにめちゃくちゃかっこいいイラストが書いています。これちょっとなんか濡れたところに置いててしまったみたいでビロビロになっていましたが、入っているものはちゃんと新品のものが入っていましたのでご安心ください。あといつもですね、この
説明書とかのかっこいいイラストを見て思うことなんですが、トランスフォーマーレジェンズのこのイラストというのは国内向けにですね、日本人のですね、日本国内のイラストレーターさんが新たに書き下ろししているもので、とてもかっこいいので、ぜひなんか一区切りした時にですね、一冊の最近流行りのですね、画集のような感じで出してもらえたら嬉しいなと思います。中のですね、説明書のこういった漫画もですね、合わせてこのイラストとですね、一緒にしてくれたらとても喜ぶファンも多いと思うので、ぜひ宝富さんよろしくお願いします。そしてちょっと見ましたが、いつものように漫画がですね、いつもよりかはちょっと長めにありますね。今回も面白い漫画でした。で、中身の説明自体はですね、このように白黒の写真付きで書かれてて、一部分ですね、ちょっと真っ黒になっちゃっててですね、見えにくいところもありますが、日本語での説明もあるので、ちゃんとわかりやすくなっています。では中身を見ていきましょう。まずはヘッドマスターのメガトロン。ここでちょっと皆さんに説明しておかないといけないことがあるんですけれども、実はこのヘッドマスターメガトロンは G2 メガトロンではないんですね。別の人なんですけれども、ちょっとここから先はですね、説明書の漫画のネタバレにもなりますので、もしですね、お話を聞きたくないという方はちょっとですね、数分先に、動画を飛ばしてからご覧ください。はい、ではよろしいでしょうか。このメガトロンですね、今回の商品名が G2 メガトロンとなっていますし、先ほどから G2 メガトロンと呼んでいるんですけれども、その G2 メガトロンというのは実は名ばかりのもので、この人は G2 メガトロンではないんです。誰かというとですね、このトランスフォーマーレジェンズというシリーズなんですけれども、この付属の説明書の漫画の中では、レジェンズ世界といってですね、トランスフォーマーのいろんな世界が、折り重なったですね、パラレルワールドのような世界になっていて、いろんなキャラクターが一つの世界に存在しているんですけれども、その中にビーストウォーズのメガトロン、あの恐竜に変形するビーストメガトロンですね、あのキャラクターが存在していて、あのメガトロンが実は新たにヘッドマスター戦士となり、新たなトランスデプターを手に入れヘッドオンしたのが今回の G2 メガトロンということなので、こちらは G2 メガトロンというわけではなくて、実際はビーストメガトロンなんです。ちょっと漫画の詳細を全て話してしまうと面白くなくなってしまいますので話はしませんが、ビーストメガトロンのビースト要素をですね、ある事情があって取り出して、残った方をですね、ヘッドマスター戦士にしたというものがこちらで、残りのビースト要素になったものがですね、この新たなビーストメカらしいです。なので今回のところですね、このメガトロンをどういう風に呼べばいいかというのはちょっと難しいところなんですけれども、まあ、メガトロンとか G2 メガトロンで今回は通していきたいと思います。今回のヘッドマスターもいつものものと同じように手足が動いて頭も動きます。頭の部分はメガトロンですね、普通のメガトロンで、目の部分がゴーグルタイプの目になっています。結構凛々しいイケメンですね。そして手足をピンとして畳むことでヘッドマスターにですね、ヘッド状態に変形します。これがロボットモードのヘッドですね。とてもイケメンです。今回は G2 メガトロンということで、ボディ全体が紫色の G2 カラーになっているということもあって、メガトロンの顔自体も若干淡い紫色に変わっていますね。結構このほうれい線とかもリアルに表現されていて、目つきは鋭く若干若く見えるような感じもしますね。精緻な顔つきでザ・メガトロンです。そしてこちらがビーストメカのノーブル、西洋の翼のあるドラゴンの形をしていますね。この左腕の部分にはテストロングのマーク、結構ワイルドな作りをしています。前足が左右と別々に動いて、後ろ足はくっついているので連動して動く感じですね。尻尾がこんな感じで動かせ、首も動きますね。背中の部分には座らせた状態にしたメガトロンをここに足を突っ込むことで乗せることができます。かなりメルヘンなファンタジーな感じですね。
そしてメガトロンを取り外し、足をまっすぐ、腕もまっすぐさせ、この胸のところにある青いパーツを上に向け、ちょっと背中を開いてあげて、この隙間の部分にヘッドマスターのヘッド状態にしたこのメガトロンをこの状態でここに入れて閉じると、これでロボット状態のノーブルになります。この状態は人型というよりか、なんというかビーストロボットという感じですかね。獣人型のロボットで、頭は狼だそうです。結構ワイルドですね。そしてさらにこのメガトロンをまた外して、これも外し、全部閉じて、この銃口をですね、尻尾を前に向けて、このドラゴンの首をこっち側に倒すと、ここが持ち手になり、これでウェポンモードになります。銃口が3つあるビームライフルになりますね。それでは続いてボディへ変形するトランスデクターを見ていきましょう。まずは戦車モードから。はい、ぐるっと見渡すとこんな感じです。はい、さっきから本当に何回も言っていますが、この G2 メガトロンは最近発売されたトランスフォーマーレジェンズのブリッツウィングのリカラー商品なので、物自体はですね、色が違うだけで全く同じものなんですけれども、このですね、色味が変わるだけで違うものなんじゃないかと思うぐらい変わりますね。だいぶ印象が変わって、本当に悪の破壊大帝のカラーになりました。メインカラーである紫はブリッツウィングのものよりですね、さらに濃くなっています。表面がですね、照りのある処理になっているので暗い感じには見えませんね。そしてこの履帯ですね、キャタピラ、この部分はショッキングスカイブルーになっていて、この濃い紫とこの鮮やかな水色がサイケデリックな感じを醸し出しています。この戦車モードですけれども、手に取る前はですね、もうちょっとゴワゴワしたものなんじゃないかと思ってたんですが、トリプルチェンジャーとは思えないほどコンパクトにまとまっています。縦も横から裏から見てもスッキリした感じの印象ですね。さすがにこのキャタピラーですね、履帯の部分は動きませんが、ここに4つのコロがあって、一応コロ走行はできるような感じになっています。砲台の部分が左右に動き、あとこの付け根のところにヒンジがあって、このような感じで動かすことができますね。コックピットのカバーは開閉ができて、ここにはもちろんヘッドマスターのメガトロンを乗せてあげることができます。前方部分、この部分はジェット機モードの時のジェットエンジン部分の造形なんですが、ここに手法があることで、こう3つ並んでみると何かビームか何かが発射しそうな感じにも見えて、アイデアが詰まってますね。この手法とは別にあるこのもう一つの武器、ウェポンビークルですけれども、ここの後ろ側の穴にですね、この横向きにつけるようにと説明書では記載がありましたが、ちょっとこれあんまりかっこよくないですね。この横側にですね、左右についてたりするので、こんな感じにつけることもできますし、あとここですね、この部分につけることもできますので、どっちかというとまだこっちの方がかっこいいかもしれませんね。戦車の後ろ側、ここには2本ピンがあって、ここにはヘッドマスターを乗せることもできます。はい、それでは戦車モードはこんな感じでした。ではですね、次はもう一つのビークルモードであるジェット機モードにトランスフォームさせていきましょう。ジェット機モードへのトランスフォームは意外とシンプルな変形なんですけれども、とてもアイデアが詰まっていて、今戦車モードはこっちが前向きな感じですけれども、これを裏返してこんな感じにするようなイメージですね。はい、まずはこのヘッドマスターメガトロンとこのビークルウェポンを外しておきます。そしたらこの前の部分、ここにロックがあるので、ここをですね、ピンがあるのでここを外します。こんな感じ。反対側もここを一緒に外しておきます。そしたら裏返して、この部分、ここにピンが
あるので、ここね外します。反対側も外しておいて、そしたらこの部分、このデストローマークのあるこの部分をこっち側にスライドさせて、そしたらここに回転軸があります。ここの部分ですね、戦車の両横側がこんな感じでつながっているので、これをぐるっと回しておきます。その時にこの部分ですね、垂直尾翼になる部分をここのこんな感じの位置に合わせておいて、この部分と合わせます。ここにはピンがはまる、この内側のピンがはまる場所があるので、ここにはめて、ここも合わせておきます。ここのピンを合わせたら、次はこの横側の部分、このジェット機の翼が折りたたまれているので、ここを伸ばしておきます。そしたら今度はこの部分ですね、ここに真ん中にですねヒンジがあって、このように折り曲げることができます。ここのピンとここの受けをしっかりと噛み合わせて翼を畳む、これを下ろす。それでは反対側もやっていきましょう。ピンを外したら、この部分を回転こうですねさせて、ここを合わせていきます。これをまっすぐして、これをここに持ってきて合わせて構えさせて、翼を広げて、ここをこのように折りたたんでピンを合わせる、こうしてここも倒す。そしたらあとはジェット機の前の部分ですね、一旦ひっくり返して、この戦車の砲台をこの部分ですね、このように引っ張り上げてこっち側に向けます。そしたら中にジェット機の機首部分が入っているので、このブロックですねぐるっと回転させます。ここまで来たら、これを折りたたんで、ここのピンとここの受けを合わせて接続、そしたらこのコックピット部分ですね、これを前に出して、これでこう、最後に取り外したこのウェポンビークルをこの部分ですね、ここに取り付ければもう一つのビークルモード、ジェット機モードの完成です。はい、見事に戦車からジェット機モードに変形しましたね。さっき変形の途中でお見せしたこの部分ですね、この先の方を取り出した、この曲げてたところを取り出した、ここにはコックピットになっていて、このヘッドマスターのメガトロンをしっかりと乗せて閉じることでコックピットに搭乗させることができます。ちゃんとクリアパーツのところから見えますね。まあさすがに実際のジェット飛行機から比べてみるとですね、いろいろごちゃごちゃしてる部分もありますが、到底ですね戦車から変形したジェット機とは思えないぐらいフォルムが綺麗ですね。戦車の時にはこのジェット機の前の部分というのは折りたたまれていて隠されていたんですけれども、すごいギミックですよね。本当にこの裏返した状態からジェット機になるという、これがやっぱりすごいアイデアだなと思います。今ちょっと変形させたんですけど、今こっち側がジェット機で、裏返した反対側がこのように戦車になっているという、こうしてみればこの2つの両形態がどのようにトランスフォームしたかというのが分かりやすいですね。本当に素晴らしいアイデアだと思います。ジェット機の裏側には戦車のこの砲台の部分がありますが、造形としてはここに車輪のようなものがあって、ランディングギアとしてもですね扱えますね。ちゃんと置いて安定します。ヘッドマスターのメガトロンはコックピットに先ほどのように乗せることもできますし、ここにピンが移動してきているのでこんな感じで立たせたり、あとは後ろのウェポンビークル、この部分にもちゃんと乗せることができます。はい、それではジェット機モードはこんな感じでした。それでは最後のモード、ロボットモードへ変形させていきましょう。まずはこの
ウェポンビークル外しておきます。そしたらこの羽を閉じて、ここも両側閉じておきます。そしたらこの両側をですね、また元に戻して、戦車のここを開けておいて、この機首の部分をもう一度中に畳みます。こうジェット機の機首部分をこのように折りたたんだら、今度はまたこのロックしたところですね、ピンを外して、またこっち側にぐるっと回転させてきます。またここに受けがあるので、今度はここにはめます。そしたらこっちから見ましょう。この部分、真ん中の部分でピンがあって、今くっついてて、外して、このくぼみと今度はこのピンをはめて、またこの部分で折りたたみ、今度はこのカタピラですね、この部分をこっち側にたたみ、この真ん中の部分をこれでたたんでこっちに向ける。そうするとこれが腕になります。反対側も行きましょう。ここですね、これをこの部分を外してぐるっと回転させて、ここの受けにまたピンをはめる。そしたら今度はここを持ち上げて、こことここをくっつけ、折り曲げて、またここを曲げる。今度はここを折り曲げてこっちに向ける。これで両腕の完成。そしたら次はこの部分が胸パーツになります。これを持ち上げてぐるっと上に持っていきます。ここがピンが内側に入るようになるので、こうするとこれ見覚えがありますね、このメガトロンの腹部、これが出てきます。後ろを向けて、この戦車の砲台の部分をヒンジを使って上に持ってきておきます。そしたらあとは残る下半身ですね、真ん中で分割し、後ろ側、ここが蓋になっています。こっち側に目いっぱい開けて、この太ももを中で、ここでですねピンがあるので外して、伸ばし、さらにこのピンがあの中のくぼみにはまるようにはめて、中の足首、ここをですね目いっぱい開けてても、ここ若干擦れるんで注意してくださいね。ちゃんと出して閉じる。そしたらこの羽を後ろ側に持ってくる。反対側もこの後ろの蓋を目いっぱい開けて、膝を伸ばし、中の足を取り出して、ここはぶつかります、閉じて羽を後ろ側に持ってくる。これでボディが完成。あとは背中のこの砲台からこのキャノンを取り外し、最初に取ったこのウェポンビークル、これとここですね、ここを被せるようにすることで合体。この部分を腕のここの受けにはめて、あとはメガトロンをヘッドモードにチェンジ。そしたらこれをここにヘッドオン。これが破壊大帝 G2 メガトロンです。もう立ってるだけで威圧感半端ないですね。強者のオーラを身にまとっているようです。冒頭から何度も言っていますが、今回のこの G2 メガトロンは、この間発売されたばかりのトランスフォーマーレジェンズブリッツウィングのリカラー商品、まあ頭もですねヘッドマスターも変わっていますけれども、全くですねこのトランステクターボディの部分は同じものなんですが、このカラーリングが変わっただけでちゃんとですねメガトロンになるという、このリカラー商品の凄さ半端ないですね。
僕はブリッツウィングが出た時にもうすでにこの G2 メガトロンの予約をしていたので、我慢してですね買わないで置いたんですけれども、こうやって見るとやっぱりもう一体ですねブリッツウィングも欲しくなってしまいますね。ガンダムとか他のものだったりするとリカラー商品って絶対買わないんですけれども、このトランスフォーマーのリカラーアイテムというのはですね本当に全くの別人になるんで、おもちゃもですねほとんど同じものでもなぜか欲しくなってしまうという、このタカラトミーのですね悪魔の商法、怖いですね。ロボットモードへの変形の途中で僕は足のこのパーツですね、羽のパーツをこの位置でやってみましたけれども、実際説明書ではこのような位置での指示がありました。ただですねこの後ろ部分、かかとの造形はあるんですが、この羽をこの位置にすることでより安定してこのようにですね体を支えることができるので、こうした方がまあ立たせやすいというところはあります。顔はこんな感じです。先ほどもお見せしましたが、鋭い眼光と凛々しい顔つきで、この悪のリーダー感が溢れていますね。頭部の可動はいつものヘッドマスター系のおもちゃと同じ感じで左右にグリグリ動かせます。あとはちょっとですねちゃんとした可動軸ではないんですが、このジョイント部分に余裕があるのでちょっと引き出すような感じで、こんな感じで下を向かせるような可動ですね。こうすることでこう見下ろす感じのかっこいいポーズも取れます。あとは頭部周辺のギミックとしては、この胸の部分、このパーツを開けて、ここにスイッチがあるので、ここを押してみると、じゃんという感じで、ここにですね、何か武器のようなヘッドギアっぽいものが出てきます。これはトランスフォーマーレジェンズのこういうトリプルチェンジャーとかによくあるですね、ギミックで、海外版のタイタンズリターンにも同じようについているギミックですね。これは特にメガトロンとは関係ないんですけれども、こういうトリプルチェンジャーの遊びとして面白いですね。ただこれは結構可動域がシビアで、頭部がちょっとでもずれてるとこんな感じで最後まで出てこなかったりするので、ちょっと要注意ですね。そして最初の方で説明し忘れていましたが、今回の G2 メガトロンにはこのようなシールがついていて、ここにはメガトロンルールズというふうに書かれていますが、これを胸のこの部分に貼ることができるそうです。あとはいくつかデストロングのマークもあるので、これもお好きな場所に貼ってくださいというふうにありました。胴体の可動はですね、変形の都合上ちょっと可動できる場所はありませんが、かなり造形が凝っています。この部分はよくですね G1 とかのメガトロンにある腹部のデザインがちゃんとですね造形として作られていて、いろんな部分も細かな部分が作られています。腕はこんな感じですね。あの変形がすごかったですね。いろいろ折りたたまれていくという、ちょっとですねここから横から見た感じ薄かったりするんですけれども、見た感じそこまで変な感じはしないですね。右腕にはこの合体させた融合キャノン砲をつけることができます。いろいろ折りたたんだ構造の割には結構自由に動かせます。こんな感じでロールも肘もちゃんと曲げられますし、動かす分に不自由はないですね。足も十分にですね動かせます。前後や水平方向、ロールもあって膝もちゃんと曲げられます。つま先はこんな感じですね。右腕の融合可能方は取り外して、ここのピンを使って肩の後ろ側にあるこの受けをですね使い、このようにはめることで、説明書には記載はなくて、説明書の漫画の方にこういうふうに書かれていて、 G2 メガトロンのですねこの武器を構えたような感じも再現することができます。そしてウェポンモードに変形させたノーブルを持たせればこんな感じになります。そしてメガトロンといえばやっぱりこの人、コンボイが必要ですね。残念ながら日本国内版のシリーズトランスフォーマーレジェンズでは、普通のですね G1 コンボイやまた G2 コンボイっていうのがですねちゃんとしたシリーズでは発売されていません。これは海外版のハズブロが発売したタイタンズリターンのオプティマスプライムで、
これのリカラー商品が、去年の夏のフェスで発売された、LG EX のブラックコンボイになります。やはりライバル同士はですね、同じシリーズでちゃんとした状態でですね対峙させたいんですけれども、このトランスフォーマーレジェンズのシリーズがですね、実はもうすぐ、終わるんじゃないかということでですね、噂も出ていますね。実際は終わるということではなくて、まあ一般販売自体は終わるそうなんですけれども、今後は、インターネットのタカラトミーモール限定での販売に切り替わるというような感じらしいですね。トランスフォーマーレジェンズの商品もすぐに終わるということではないと思いますので、とにかくこの G2 コンボイ型のおもちゃも発売してほしいですね。それぞれやっぱりライバル同士並べて飾りたいと思いますので、タカラトミーさんどうぞよろしくお願いします。はい、それでは最後になりますが、今度はロボットモードから戦車モードへトランスフォームさせていきましょう。まずはウェポンのノーブルとの融合可能を外しておきましょう。そしてヘッドマスターもアウト。そしたらまずは足をですね、元に戻していきましょう。裏側外してこう閉じる。足を戻してパタリ。反対側もこう開けて足を収納。を戻してパタリ。この時にちゃんと中のピンが刺さっていることを確認して両足を閉じる。次は腕の部分。腕は伸ばして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 、この部分をさらに伸ばし、このピンとこっちの受けの部分、ここですね、これをこのように合わす。この腕の部分とここのピンを合わせて、ここにちゃんとパーツが合うようにこうパチッとしていきます。反対側もここを、腕の部分を、肩をじゃなくてこう伸ばし、このピンとここの内側の受けをここを合わせて、そしたらこのピンと腕の部分をかませて、こうをこっち側に持ってきて折りたたむ。反対側も羽を折りたたむ。砲台をこっちに向けてこのままこっちに倒す。融合可能方を分離させ、こっちは、そしてこっちは、説明書通りにつけてみますか。それから、ヘッドマスターを座らせた状態で、ここに登場。ノーブルもドラゴンモードに戻して、こんな感じで完成です。はい、それでは、いろいろ見てきましたけれども、いかがでしたでしょうか。冒頭から本当に何回も言っていますけれども、今回の G2 メガトロンはちょっと前に発売された、トランスフォーマーレジェンズのブリッツウィングの一部仕様変更ですね、色違いだったりしますけれども、本当にそれを感じさせることないですね、カラーリングと、まあ、今回は新規造形のメガトロンのヘッドマスターもついているので、しっかりと G2 メガトロンを表現できているかと思います。今回の G2 メガトロンのボディとなるトランステクターは、海外版のタイタンズリターンのメガトロン、そして国内版トランスフォーマーレジェンズのブリッツウィング、そして今回の G2 メガトロンと受け継がれてきているトランステクターですので、とても優秀な変形工程で、少ない手数ながらもちゃんとトリプルチェンジすることができます。戦車モードもジェットモードもロボットモードも、それぞれの形態を損なうことがないので、どの形態にしてもとてもかっこいいですね。メガトロン好きな方やトリプルチェンジャーのトランスフォーマーが好きな方には特に強くおすすめできるアイテムだと思います。はい、それでは今日ご紹介いたしましたのはトランスフォーマーレジェンズより LG63G2 メガトロンでした。皆さんは今回何かトランスフォーマー購入されましたか？コメント欄の方にいろいろ感想などと一緒に、書いて教えてください。
それでは本日の動画は以上となります。今日もご視聴ありがとうございました。また次回もぜひご覧ください。それではクローでした。さよなら、バイバーイ。